picked up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ピュー3番377ヤードパー4です。吹き流しまで267ヤード、まっすぐなアップヒルのパー4です。かなりアップヒルなので距離的には400ヨードぐらいあると感じます。ただ少々追い風です。フェアウェイ右からフレンドリーキックでラフに行ってましたがフェアウェイに戻ってきました。よいしょ、フェアウェイの真ん中です。これもフェアウェイ左目ですがフェアウェイキープしてます。ナイスショットでした。花口里穂選手セカンドショット165プラス10ヤード程度でしょうか。ソリッドに当たりましたがちょっと右に出てます。おナイスオン。上竹成美選手です。セカンドショット150ヤードの上り、風はフォローになっています。ソリッドに当たったか、置いているか、ナイスオン。さあ第1回優勝者和田選手です。さあソリッドに当たっているか、届いているか、ナイスオン。このホールは全員パーオンしております。皆さんバーディーパットです。花口里穂選手は下りのスライスパットです。雨で他の人の球筋が見えるのでかなり参考になると思います。打ち切れてないような感じがします。雨でグリーンがかなり遅くなっているようです。バーディーパット、ナイスバーディー、ナイスバーディー。打ち切ることができるか、かなり雨で遅くなってます。お、かなりきちっと打ってきました。惜しい、ナイスパーでした。ちょっと引っ掛けてしまいました。残念ながらボギーとなってしまいました。上竹成美選手14番パー5ティーショットです。フェアウェイ左にナイスショットです。ナイスショット、ドローがかかってナイスショット。フェアウェイ真ん中です。これもフェアウェイ真ん中です。ナイスショット。パー5の2打目地点にやってきております。今前に見えているのは1組目。こんな感じでフェアウェイをキープしているんですが、こ
この、コブが吹き流しが頂点だったコブがあるためにブラインドホールになってしまっています。ここから打つとブラインドで難しいホールです。狙い目は吹き流しの 3,4 メートル右となります。ナイスショット。さあ上竹成美選手、吹き流しの少し右をが狙い目です。ああちょっと右に出ましたがバンカー大丈夫でしょうか。和田澄根選手、ちょっとこれは右に出すぎじゃないかな。バンカー大丈夫か、ちょっと心配してみてます。さあ花口里子選手です。パー5の第3打寄せて一打縮めたいところです。さあアゲインストの風が吹いてきてしまいましたがショットはちょっと右に乗りました。和田澄根選手約105ヤード。距離はどうか、ちょっと右に出ています。さあ上竹成美選手、ちょっと噛んでしまったか、ちょっとダフり気味ですがバンカーは越えています。バーディーパットです。フックライン、かなりフックすると思います。かなりきついアンジュレーションになっています。やはり予想通りの曲がり方を読めませんでした。和田澄根選手のパットもかなり下りとなり、またかなり曲がると思われますので、ここは2パットでいけば御の字でしょう。ナイスタッチ、ナイスタッチでした。ナイスパーです。さあ花口里子選手バーディーパットですが、かなり曲がって下りのパットで難しいパットです。これも2パットでいけば、おかなり打ちました、打ってきました。ナイスタッチです。ナイスパー、読み切りました。ナイスパー。さあフェアウェイ真ん中キープできるか。ナイスショー、ど真ん中。350ヤードパー4です。バーディーホール。左跳ねて右にフレンドリーキックで跳ねて戻ってきました。フェアウェイ右、フェアウェイキープです。問題ありません。ナイスショット。花口里子選手セカンドショット160ヤード追い風です。お、ソリッドに当たってピンの左、ナイスオンです。残り130ヤードここはバーディーを狙っていきたいところ。ソリッドに当たってピンめがけて飛んでます。ナイスオン、バーディーチャンスです。
さあ2個目、後半2個目のバーディーなるか。さあ残り90ヤード和田純礼選手、ビタッと寄せてバーディーを取りたいところ。ナイスオン、これもバーディーチャンスです。皆さんバーディーを入れて巻き返してほしいところです。このホールは350ヤードだけあって、皆さんパーオンしています。2名は超バーディーチャンスにつけてます。これから花口選手の約9メートルほどのバーディーパットになります。惜しい、でもナイスパー。和田純礼選手、後半作った借金をこのホールで返したいところです。下りのスライスになると思います。舐めました、残念。ナイスパー。1メートル強バーディーパットです。これも下りのチョイスラインになると思います。惜しい、スライス読み切れませんでした。ナイスパー。173ヤードパー3ですが、少々打ち上げになっていて池越え、なおかつバンカーが5つほどあります。グリーンは受けているので攻めていけるホールです。ちょっと右に出てしまいました。バンカー方面か、バンカーに入ってしまいました。ちょっと厚めに入ってショートするでしょうか。ソリッドに当たってます。ピンの左、ナイスオン。上田成美選手、170ヤードパー3の第2台、バンカー入れてしまいました。ここからフックラインになります。ピンの右からピンの手前、4メートルか5メートルぐらいに落としたいところです。ちょっと薄く入りすぎてしまいました。約5、6メートルを伸ばしてしまいました。和田純礼選手、少しダフリー気味と思いましたが、しっかりとオンしています。バーディーパットです。下りのフックラインです。ちょっとフックを読み切れませんでした。上竹成美選手、少々ピンチです。かなりスライスすると思います。1メートル以上はスライスするのではないでしょうか。難しいラインです。さあなんとかパーセーブになるか。スライス曲がります。30センチぐらい曲がるのではないでしょうか。読み切るか。ナイスバーディー、読み切りました。難しいスライス、下りのスライスラインでした。
ナイスパー。